炎上寺次郎4月3日から1994年3月14日は日本のジャーナリスト、元日本経済新聞社社長。千葉県成田の農家の次男として生まれる。農家とは言っても、炎上寺家は成田の金号にその名を知られた休暇だった。旧成成田中学4年の時、虫垂炎を患い、さらに心臓も病むようになる。健康状態が思わしくない状態が続き、 炎上寺本人は東京の大学へ進むつもりでいたが、千葉医線で診察を受けると、こんな体で東京に行くなんて死に行くようなもんだと医者に脅かされてしまう。このため、一旦進学を諦て、自宅で無意図職の生活を3年続けた。だいぶ体の調子が良くなった1927年に、大学余科だった第二は瀬田高等学院門下に入り、 早稲田大学政治経済学部に進む。しかし、心臓の病が完全にえたわけではなく、軍事教練には一度も参加せず、あまり寝詰めて勉強すると微熱が出てしまうため、それをいいことに次第に放らな学生生活を送るようになり、麻雀、同級、進撃、映画と面白いと好奇心を刺激された者に、片っ端から手をつけていった。1933年5月、 朝日新聞社の入社試験に落ちたため、日経の前身となる中外商業新報社に入社。中外は、部数十万にも満たない、業界史にちょっと毛の生えた程度の二流新聞としか見られていなかったが、その年は長引く不況の煽りで、中外の競争率は軽く100倍は超えていた。記者として採用されたのはたった二人だったが、そのうちの一人に、幸運にも、炎上時は選ばれた。 入社7年目の1940年、編集局長のオバマとしなりから、君はもう記事は書かなくてよいと宣告され、会社の金で1年間の海外留学に旅立った。アメリカからヨーロッパを巡るが、胃に、中の河津ではダメで、もっと世界に目を開き、知識を貪欲に吸収していかねばならないと痛感する。帰国後、 34歳で経済部長に抜擢されるが、半年余りで日本は太平洋戦争に突入し、言論統制で新聞社として手足をもがれたも、当然の戦時中は炎上時にしても情報局の検閲をパスするような当たり障りのない紙面でお茶を濁すしかなかった。敗戦と同時に全国の新聞社では世論の先頭に立って国民を戦争に借り立てていった。 新聞社幹部の責任を追求する声が社内から湧き起こった。朝日、読売では1945年12月までにオーナーをはじめ、経営人、編集局長、編集士官らがその地位を去り、毎日でも会長、社長を筆頭に幹部の大々的な入れ替えが行われた。朝ごと読三市の社内刷新運動は当然日経にも波及し、11月、 編集局の部長を中心とした従業員代表が社長のオバマ・トシナリに対して幹部交代を含め日経として戦争責任を明確化するよう迫った。これを受け会社側は12月5日会長の村山公平ら3人の役員と監査役を退任させると発表。翌年3月には戦時中から編集局長だった小田島貞吉がその職を解かれ、 局次長だった炎上寺が若干38歳にして第5代編集局長に就任した。炎上寺は1945年から1956年までの10年にわたって編集局長として日経のエディターシップを一手に握り続け、株都庁新聞と陰口を叩かれていた日経を朝日、毎日に決して引けを取らない質を備えた、しかも経済史として、 独自のステータスを築けるようなクオリティペーパーになんとか変身させようとラツワンを振るっていく。長官が8ページしかなかった時代に経済情勢の解説や優しい経済学といった一般庶民が敬遠するような高尚な記事に丸々1ページを割いてしまったり、今までの日経になかった科学欄、美術欄を次々と新設していった。 やがて訪れる日本の工学歴化を先取りするような紙面のレベルアップだった。また、編集局長になってすぐ部下に社内シンクタンク構想の準備に取り掛かるように指示し、彼が編集局長時代には身を結ばなかったが、常務になって3年目の1958年3月、経済研究室として実現にこぎつける。1964年10月、 日本次第証券の一つである、山市証券が危ないという話が単なる風文ではなく、かなり信憑性の高い情報として、株都庁界隈で囁かれるようになり、11月、山市の後ろ盾となっていた、日本工業銀行頭取の中山蘇平は、名うての相場市である社長の大見は一応退任させる。一方で、公銀出身の日高明を新社長として送り込み、 経営の立て直しに当たらせることにした。しかし、突然の社長交代交代劇は関係者の間に、山市の病状がかなり進行していることを強く印象づけることになり、新聞社の一部が取材に動き始め、明くる年の1月、中山の元に日韓工業新聞記者がやってきて、山市危機を記事にすると通告する。慌てた中山は、 再検索もまだ煮詰まっていない段階で、新聞に山市危機のことが書かれてしまったら、すべてが画米に返すとして、日刊工業新聞首脳に記事を差し止めてほしいと頼む一方、大倉省にも連絡を取った。省内でも有数の証券通りとして知られ、証券部長を経て財務調査官についていた、梶木きとしみちはその知らせに衝撃を受け、今の段階で、 山市危機が明らかになれば自分らが半年がかりで進めた証券取引法の改正案は国会で審議されずお流れなるばかりかニュースの出たその日の朝から山市には客が殺到して取付パニックが起き山市の取付騒ぎは他の証券会社にも飛び火してしまいには証券会社に大量の金を貸し付けている大銀行への取付騒ぎへとエスカレートするに 違いないと確信した。カジキは昭和金融恐慌の二の舞だけは避けなければならないと思い、記事の差し止め、報道完成を引くことはできないだろうかと考え、関税率審議会の事務法をしていた時に委員として知り合い、口が固くて、新聞会に顔が利き、人柄にも信頼を寄せていた、専務、主管だった炎上時のもとを上司には全く相談せず、 自分一人の判断で尋ねた。カジキは山市危機について洗いざらい炎上時にぶちまけ、せめて山市の再検索が固まるまで報道各社に記事の差し止めをお願いすることはできないだろうかと相談を持ちかけた。すると炎上時は東京には朝日、毎日、読売、産経日経東京、共同といった在京大手の新聞、 通信社の経済部長からなる7社会というものがあり、この7社会で報道協定を結べば記事は書けなくなる。さらに、NHK、時事、日韓工業の3社も7社会の準加盟社だから、書かないという協定には、ある程度拘束されると答えた。炎上時は、決して、こうしたらどうですかという表現は使わなかった。あくまで7社会の存在と機能を伝えただけだった。しかし、 カジキにはそれで十分だった。口封じの道は開けたのである。カジキは、早速、7社会の幹事者を通じ、各社の経済部長に連絡をつけ、非ならずして、報道協定は締結された。だが、せっかくの協定も7社会からあぶれていた。西日本新聞が独自に集めた情報をもとに、山一経営難乗り切りへの見出しを掲げて、長官トップで大きく報じ、 ご破産になってしまう。しかし、少なくても、西日本の記事が出るまでの間、1ヶ月近くも、山市機器は、パンドラの箱の中に閉じ込めておくことができた。朝ごと読みをはじめとする有力紙が記事を差し止めている、間、山市の再検索の骨格はほぼ出来上がり、西日本にすっぱ抜かれた時にはすでに詰めの段階に、入っていたのだった。カジキラ大省サイドからすれば、 報道完成による時間稼ぎは100点満点とまでにはいかなくても、それなりに成功を収めた格好となった。政治の季節が終わり、経済が主役の季節が到来すると日経は、経済紙のカラーを存分に生かして、サラリーマン層に食い込み、朝ごとに対抗しうるだけの存在基盤を築こうとした。取捨 それがあなたを決定しますというサラリーマンの心理を巧みに捉えた絶妙なコピーで購買意欲を掘り起こし豊かになった中間層を中心に読者を着実に獲得していった。1960年から1970年までの10年間の間で日経の部数の伸びは読売をさらに上回り70%を超える驚異的な成長を示していた。だが、 経済史という制約ゆえに一般紙と違って部数の伸びにはおのずと限界がある。そこで日経は新聞社そのものを情報産業へと改造してしまうことで朝ごととの競争に打ち勝とうとした。新聞だけを出していた新聞社からコンピュータを軸にデータを売り物にする新聞も出していた新聞社へ新聞企業の形態を変えようと炎上時は試みるのである。 社長時代、経済に関する総合情報機関を提唱し、日経流通新聞、日経産業新聞を創刊。また、IBM の協力のもとにコンピュータを導入した新聞制作の自動化と、世界初の鉛を使わない印刷システムを稼働させ、1975年にはデータバンク局を新設し、森田康氏が事業を軌道に乗せていく。1969年、 在会の出資で作られた東京12チャンネルが、ホーマン経営がたたって、ニッチもサッチも行かなくなり、公銀会長の中山が炎上時の元を訪ねて、東京12チャンネルを日経で引き受けてもらえないかと要請した。もはやテレビなしでは、どんな100万を超える部数を誇る、新聞社であってもメディアのメジャーたり得ない時代が到来していた。日経は、 12チャンネルに先立って開局した日本、教育テレビの設立に一枚紙ネットには副社長を送り込み型の上では一応、経営参加を果たしていた。しかし、ネットの株式は、朝日新聞に買い占められ、事実上朝日の参加にあった。このままでは有力紙の中で日経だけがテレビを持てなく、なりそうだった。そうした状況にあったが、炎上時は、初めから、 欲しいとは一言も言わなかった。焦らなくても日経以外に売り込む先がないことが分かっていたからである。経営権売買交渉は中山たちの足元を見た日経側が買いたき難航した。直接の売却交渉は日経側から炎上時の意を受けた常務の筑田正弘が出席して続けられるが結局財界は 日経の希望に沿った値段で12チャンネルを売り渡した。公職では、経済、産業政策の立案などに参画。50を超える審議会、調査会に名を連ね、一頃ころ、審議会男という異名が付き、石油審議会、経済審議会、中央社会保健医療協議会などでは会長を、務めた。他に、土孔敏夫が会長を務めた第二臨長では、炎上時は、 会長代理に選ばれている。炎上寺は美術に造形が深く、1968年には日本名刀百戦展の企画や美術書観光などの功績から芸術編賞文部大臣賞を授与された。あたか栄一が主導して収集した東洋当時コレクションの成長を炎上寺は後押しし、社内における立場が微妙な栄一をそれとなく支援するため日経は 炎上寺の肝入りで、あたけコレクション展をたびたび開催した。あたけ産業は1975年に経営破綻し、あたけコレクションも三逸が懸念されたが、住友グループからの支援で三逸を免れ、大阪市に寄贈の上で、大阪市立東洋当時美術館が開館して、しばらく経った頃、a 一がべてが落着した記念にとコレクションの形成で世話になった炎上時に、 理長の商品を贈呈したいと申し出た。代理で、A1 に仕えた、伊藤育太郎が出向き、A1 の意思を伝えたところ、炎上時は、会社の仕事としてやってきたことで、ご好意は身に染みるほどありがたいがこれは、頂戴できない。あたかさんのことだから、きっと魅力のあるものに違いない。開けてみれば、気の迷いも出るかもしれないから、このままお返しすると言って固辞した。 伊藤はそれまでに何度も炎上寺の仮は作らないという人生哲学を見てきたが、改めて炎上寺の毅然とした爽快な対処の仕方に敬意と共感を覚え、生きようと a 一のもとに商品を持ち帰っている。1994年3月14日、呼吸不全のため京林大学医学部附属病院で、没。86歳。2006年、日経と、 日本経済研究センターが教材で中堅、若手エコノミストを検証することを目的に名を冠した、炎城寺二郎記念賞を創設している。ありがとうございます。